ついに日本発売となったラズベリーパイ5で遊んでいきます。クレジットカードサイズのシングルボードコンピュータ第5世代目です。昔と比べて随分と立派なスペックになりました。その分お値段も立派になってしまいましたね。技適の関係で日本での正式発売が遅れていました。技適マークは箱についているので大切に保管しましょう。 99% の人が読まないであろう取扱説明書、その証拠にオーバークロックはするなと書いてあります。そんな取説を読まない人向けの注意書きカード。家にある前世代のラズベリーパイと並べてみました。基板のレイアウトが洗練されてきているような感じがしますね。メモリのサイズが基板を見たら判別できるようになっています。 PCB を変えずにチップ部品の実装で表示するの賢いですね。今のところ 4GB と 8GB がラインナップされています。 2GB、1GB も今後登場するのかもしれません。インターフェースをさらっと見ていきます。ギガビットの LAN ポート、 USB3 と USB2 が2つずつ、 Type-C にはしなかったようですね。ファンコネクタは4ピン、おなじみの GPIO ヘッダ、マイクロ HDMI の出力が2つ、 UART のコネクタ、 RTC のバッテリー用のコネクタ、モニタやカメラ用のコネクタが2つ、カメラ2台構成に対応したようです。POE 端子の場所は変わってますね。 PCI Express が搭載され、 SSD なんかも接続できるようになりました。なぜ今までなかったのか不思議でならない電源ボタンも追加。その代わりかイヤホンジャックが見当たりません。 4B と比較してみるとコネクタ配置はかなり変更があります。置き換えを検討中の人は要注意です。純正クーラーも購入。サーマルパッドの高さが部品に合わせて違いますね。ロゴも入ってて質感も良さげです。放熱フィンに波状の加工がしてあり、表面積を稼いでるみたいです。プッシュピンを押し込むだけで固定できます。 GPIO との隙間がだいぶタイトですね。干渉するコネクタやハットもありそうな感じ。アクリルケースに組み込んでいきます。5層構造になってて重ねていくだけ簡単です。クーラー取り付けの順番には要注意。想像よりかっこよくてとても満足です。純正のクーラーが似合いますね。もちろんケースのまま全てのコネクタにアクセス可能です。さてマイクロ SD に OS を書き込んでいきます。ボードを選択。今回はラズベリーパイ OS の 64bit 版にします。手近にあった 64GB のものを使用。ユーザー名とパスワードはあらかじめ設定しといた方が楽ですね。無線 LAN の設定もしておけばすぐに接続できて便利です。 SD カードに書き込んで完了です。電源は 5V 5A というなかなかちょっと珍しい仕様です。 5V 3A あれば一応動作は可能なので、今回は 4B 用のものを使用します。よく見た画面が出ました。5A 供給できてないよ警告が出ますが、気にしなくて OK です。最初から無線 LAN に接続できてますね。 64GB の SD カードを使用して、インストール後の残りは 50GB でした。 YouTube の視聴なども問題ないですね。この程度の使用ならファンも静かです。普通にデスクトップ用として使えてしまいそうですね。 GPIO がついてる小型 PC くらいの気持ちでいるのがいいかもしれません。こういう使い方はあまりしないと思いますが、フル HD を2画面出力しながら動画を複数再生してみます。時々カクつくかなという感じです。 CPU 温度は55度くらいで安定してますね。 OS 標準でファンのアクティブコントロールをサポートしています。というわけでラズベリーパイ5を少し触ってみた感想ですが、浅瀬でチピチピチャパチャパする立場とすれば性能上がって嬉しい、その分値段が上がって悲しいって感じですね。しばらくは品薄状態が予想されるので、正式代理店以外からの購入はぼったくり価格に要注意です。皆さんもぜひいろいろと遊んでみてくださいね。